第5期 JPML WRC リーグベスト16、D タク実況根津紀美香です。そして解説は山田博之が務めます。山田プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第5期 JPML WRC リーグベスト16 D タク3回戦投杯の開始です。さあ3回戦目が始まりました。ちいちゃから沢崎、なんちゃに青山、シャーチャに池田、ペーチャに森岡という並びで3回戦目がスタートいたしました。ドラは9走、親番は沢崎。1、2回戦と、トップトップと、かなり大きなポイントのリードをつけております沢崎。しかも大きめのトップでしたからね。だって2連勝で30しか入んないけど、初戦で4万5000以上打ってますからね。はい。そしてなんちゃは青山、前回、2回戦目オーラスで着順を上げてと、シャーチャが池田、ペーチャが森岡、2人勝ち上がりなので、4回戦終了時に上位2名がベスト8へ進出となります。さすがにほどのことがないと沢崎は安泰になってるので、はい、まあ極端に言えば一発役満打ってもまだ大丈夫ぐらいなんで。本当ですね。役満打ってもね、瞬間は50も減らないんで、はい、ということはもう3人の争いですよね大体。となると、この森岡のマイナス 6.5 というポイントが、キーになってくると。そうですね。池田はやっぱりそうですね、トッププラスでいくつかあるの、30かあるのか、トップラスで30変わるんで、今の点差がギリギリぐらい、トップラスにするのは難しいんで、はい、大体やっぱ30ぐらいにはつけときたい。もっと近ければ近いほどいいんで、はい、この半ちゃんは絶対森岡より上行きたいですよね。うんうん。さあ親の沢崎がダブトンをポンしています。いいシャンテン。ドラドラか池田、はい、9走のドラがドイツ、できるほどの配信じゃないな。今貫通になりましたね森岡の手配、まだ貫は早いですか。早いし、そんなに、うわ難しい、スッと紡ぎっていきました。お、ドラドラ、これで貫はありですか。これで貫はありますね。あるけどリードしてるので、沢崎に対しなんかあんまり切るメリット、関するメリットって少なくて、はい、追っかける側は絶対関した方がいいけど、うんうん、青山池田は数万を切っている、うん、さあ関しました。森岡 E1 の安関です。シンドラが G1、 ドラドラ、ここはパスそうでしょうね。ここはドラ固定、うん、沢崎はダブトンをポンしています。9走と G1 がドラ、ローマンはローマンですか。難しかったですね、このくっつき何残すか。はい、これは関連ピン払う方が普通。森岡は E1 を安関して E シャンテン、9番はつもぎりです。山はつむぎり池田、リーチに行くとドラドラなので、マンガンが確定してますね。70分ですもんね、出上がりで、はい、おー、いいの引いたね。まいいローソー引き入れてリーチに行きました池田。待ち割れ4パーソー、しかも沢崎が危ないと。沢崎がリャンソーリャンソーウソウソと、うん、スチーマンサブロスを引いたらどうしますかね。でも沢崎はもうこのポイント状況で行くと思いますけどね。はい、別にまあローマンの現物が1個あるだけ。スーマンも現物してウソでしょうね。このウソは池田の上がりとなります。リーチピンフ、ドラドラ裏はありません。マンガン8000点、池田の上がりとなりました。
まあ、2着争いは面白くなりましたね。はい、どんどん2局です。親番は青山、さっき E1 裏ドラだったんですね、はい、森岡が E1 を挽回してたんですもんね。そうですね、はい、それでおーって言ってただけでさあ青山の親番どうだ。ダブトン統一、うーん、両面立つ2つと、まあ、まずまずでしょうか。そうですね、ダブトンがなければ天敗まではいけそうな感じはありますね。はい、池田はなんちゃの難が重なったドラドラですか、うん、これはチャンスですね。あ、トンから来た、トンから行きました。このトンは仕掛けた、青山がダブトンをポン。沢崎は両面ターツが2つと、ダブトンを仕掛けている親番の青山が一番速さでは、うん、そうですね、何が泣けると相当、あ、何出た。さあドラドラの池田がなんちゃの何をポン、どうしましょう。リャン、どれかリャンかリャン、筋いいですね。まあ、見た目だとリャンマン払うが一番よくて、ただ上茶がリャンマンと9万切ってるんで、上茶がリャンマンと9万は持ってきたら切ってくれますよね、はい、親が仕掛けてるん で, あで556のピンズはオンができるんで外したくない、うんうん、リャンマン払うか枚数でリャンマン払うかリャン嘘を払うかの2択だったかな。6万はちょっとまだ払えないかっていう感じでしたかね。はい、池田はあえて2枚切れているが泣ける可能性が高いリャン馬を残していくと、うん、そうですね、泣いたんで6ブロックはあんまり適してないんでウーピン切りはあんまりおすすめはできないかなっていう感じですね。本材残した方が、うん、残していった方がいい。うはぁ、チーソーからオピンですね。今の瞬間、うえ、老僧を選択、老僧は新しすぎて、ああ泣かれないようにか、ディフェンス面だとありますね。ただ普通は想像の方が急走2枚切れて安いんでウッパー層残したいじゃないですか、はい、でウッパーピンはパーピンがドラ表なんで、まあ、2度受けっていうのもありますか、数層引いたら運送がロスにならないんで、うんうんうん、今はつもぎり天敗スッチーピン待ちです。なんドラドラの手配、池田の手配です。どうしますかね。森岡は両面両面のインシャンテン、佐々木はこれでピンズ一面ツが完成、インシャンテンです。チェイソーポンなんで出ないで済みましたね。おお、ダブトンをポンしてる青山がチーソーをポンして関連像待ちの天敗です。さあ沢崎はどうする。うーん、ちょっと危ないかもしれないな。なるほど、今か、一回ゆっくり、うん、青山の待ちは関連像、池田の待ちはスッチーピンとなっております。関連像が山一、山一、はい、スッチーピンは3枚ですか、はい、スッピン2枚、チーピン1枚、はい、さあ関連マンが入った沢崎の手配、一応1、2、3のインシャンテンになりましたね、いいピン引きとかでね、はい、おお、ただおー、ここは行かず、2人で戦いなさいと、ほー、気遣いというかそういうのもあるんですかね。大きいと思いますよ、
なるほど。まあ別にそういう意味だけじゃなくて、うん、自分が劣勢で2人が仕掛けてテンパイが入ってるっぽいところに今からじゃあ漫画脱いちゃってなったからって取ってない筋を切るのは乱暴すぎるかなっていう感じになることが大きいですけどね、うん、はい。ただそれでも行かなきゃいけない時は行くでしょうけど、別に行く必要がそんなになくて、はい。あ、卵巣です。卵巣がなくなった、はい、悲しみのお知らせ。あ、ただこれは打たないな。これはどうしましょう。短期転売に、短期転売にしますね。どっちの短期にするかだけで。イーソー短期、うん、イーソー短期は山にはありませんが、まだまだ変化があります。これはパーワン、パーマ握れ、はい。ただ通ってないのか、通ってないならイーソー打ちそうですね。パーワン短期に間違い変わりました。パーマン、リャンマンだと大丈夫か。リャンマン引いてもリャンマン切りますね。いいけど、リャンマンが連物なんで。なるほど。ということはパーマン短期に今の上がりはなさそう。サブローマンはまあパーマン切るんじゃないですか。キャブローマンもパーマンも GP も通ってないんで、はい、どれか切んなきゃいけなくて、まあ上がりがパーマンが一番なさそうですもんね。ローマンを選択。あ、ローマン通ってんのか。ちょっとは通ってますね多分。はい、パーマンが通ってないんですね。多分森岡が切ったローマンから、池田が手代わりしてないんですね。全部つもぎってるんで、はい、ということでしたね。より安全にいいと、うん、けどドラドラの手ですが、なかなか上がりたいけど数ピンが2枚、はい、残りは数ピンが2枚となってます。数ピン青山引いたら目つぶってパーマンでしょうからね。スッチーピンはよりは自分でチーピン3枚持っているスッチーピンはかなり打ちづらいですか、うん、そうだね。で最終手は終ピンだしね、はい、ピンズは相当危ないですからね。これが配点配で流局となります。青山、池田、二人転配で流局となりました。青山は親番続行です。で並びは面白くなりましたね、さらに。そうですね、うん、はい、森岡が三着になったんで、どんな二局一本場、青山のレンちゃんです。ドラは9番。お、統一が多く見える。思ったよりマンズで一面つ、両面が一つ、統一が二組、うん、まあ悪くはないですね。はい、まあやっぱ内側に寄ってるんでね、両面変化とかくっつきでよりいい形ができやすいですからね。シャーチャ森岡はシャーが重なりました。ドラは9番。やっぱトーナメントやってると森岡の立場が一番やりづらいですよね。難しいですよね。追われる立場ですか。ちょっとリードしてる上、はい、丁寧に行きすぎると普通に自分が上がれないし、かといってリスクは負いたくないし、攻める方がやはりもう攻めるだけですもんね。池田急走頑固になりました。沢崎は E1 が重なり、青山は E ペイコーの形ができました。ローピンか嘘ですね、形上は。まあ、ローピンの方が若干純ちゃんですか。ペンサンズを引き入れました。イーシャンテン、ケダはここでローソー切り
難しくなるね。三品ですか。森岡の手が難しいですね。難しいですね。これでもう一回三品ってことですか。シャーチャの森岡シャーポンイーシャンテンです。ローマか。で、両面両面でもあるイーシャンテンになりました。三品、ペイは手の内に残しましたね。シーマがアンコ、これで広くなりました、スーピンは打たず、もう受け気味ということですかね。うん、そうですね。さあ、ここで親番の青山がリーチに行きました。町はリャンウマンです。E1 は現物。4万が1枚、ウーマンが3枚ですか、はい、全部で4枚。まあまあいいですね。はい、森岡はね、ちょっとサブローマンがネックになってますからね。ウーマン重なったりするといいですけどね。この手配、親からのリーチを受けて、この形、シャーをポンしています森岡。数万フォーマンのワンチャンス、ノーチャンスですね。はい、リャンマンつも上がりました。青山リーチピンフツも裏ドラが一つ、2600オール、2700オールのつま上がりとなりました。青山のつも上がり2627オールは、これは一旦逆転しましたね。はい、まあ、トップまで行ってるし、トップじゃなくても逆転っぽいけど、森岡とトップ3着で、うん、その時点で逆転ぐらいじゃないですか。はい、20ポイントぐらいだったよね。違ったっけ。そうですね、見てみないと分かんないです。20切ってた気がするんですが、ソロクテンいくつと24ぐらいだったような。との2曲、青山の親番が続きます。日本馬ドラは吐く。さあ、ドラが1枚、ペイが統一。さあどうだ、惜しい。マンズで一面ツー、両面ターツが2つ。本一の含みもありますか。ドラは吐く。ハーピンの方が一緒なんですけど、チーピン引くのと三蔵引いた時の形、はい、二度受けと二度受けじゃないか、はい、でビサだけどパーピンの方が勝りそうですね。なるほど、スーピンウーピンが持ってる分、うん、そう、池田は流派が統一、形はまとまっています。森岡はマンズで一面ツー、沢崎はコントモト、はい、トンっていきたいですね。もう自販打って、親がダブトンを切ってきました。森岡パワーソーアンコ、おいいですね、いいシャンテン。はい、沢崎チューンが重なりました。ん、仕掛けが入っ
りましたね。ほう、いいじゃん。池田が初オープン。池田君こういうとこ癖だね。9万とか置いちゃうのがね。まあ、ペーションパイだから危険度はそんなにペーの方が安全ってわけではないけど、やっぱ9万9週間つけた方がいいですね。うんうん。まあ、この論争は親の現物じゃないですか。なるほど。何はともあれ自敗の方が安全と思わないとしょうがないですからね。わかんないけど、わかんない中でもそう思わないと、これは残すのは意味がある牌なんで、はい、残す残さないはどっちでも。そうか、受けが広くなるローピンですね。うん、リーチだ。ロキュア待ち、闇天に構えた。うーん、青山、親番の青山がピンフ高めイペイコアの天杯6、9万待ち、闇天にしましたか。9万が2枚切れ、一回ドラを切ってみてっていうことでしょうか。それもあるかもしれない。白泣かれないで合わされたりしたらリーチ打つとか。はい、これですか。うん、さあどうだ、闇天続行。と弱い気がするな。なんか悪くはないんですけど、はい、まあ、リードはしたんですけど、もっともっとリードを広げていくような打ち方をしていくべきかな。うん、だって親番で仕掛け入ってて仕掛けに白が通って、うん、あまり怖くないじゃないですか、はい、池田の手がじゃあ先天じゃないってなるから、うん、まあ、もちろん白ヘッドの両面で泣かなかったっていうバージョンもあるんですけど、はい、森岡がリーチに行きました。町はカンチーピン、スーピンを切っています。そう、チーピンがいい町になってますね。パーピンが3枚切れ、はい、実際山に2枚残っています。さあこの森岡からのリーチを受けて一発目ここで追いかけていったすごいね、つもぎりリーチ9番が出た。うん、一発ですか。リーチピンフ裏裏一発満貫、1万2000は1万2600、青山の上がりとなりました。そうですね、もしかしたら先生リーチだったら上がってなかったかもしれない。そうですね、池田、うん、森岡がどうなっていたか、うん、ただ森岡は一応これで2着になったんで、はい、差は実はあんまり広がってないですか。1万2000点上がったけれども、うん、まあ、1万点縮まってっていうことですよね。縮まって、はい、3.6 ポイント縮まったみたいな。あ、広がった。はい、どんどん2局3本場、青山の親番が続いています。ドラはチーソー、ドラを使ったソーズのメンツがあります。マンズでも1メンツと。池田は流派が統一、うん、シャーチャの森岡です。池田は結構きつくなってきたね。青山にこんだけ大きいトップ取られちゃうと自分2着になったとしても今度青山との差がきついですね。はい、もともと約25ポイント差だとして23.231の差だとして今29の2着順、例えば今のままだと49、かなり厳しいですか。72、72差、うん、このまま終わると72差、ね、まあ、2着になったら60ぐらい、うん、例えば今のと2000点ぐらい上がったとしたら、はい、ただきついんで詰めていかないと。仕掛けが入った沢崎ですね。沢崎が両ピンをポン。両ピンポン、単陽に向かっていくということですか。しかも3万先切りして、ほう、この手配面白いですね。さあドラの小さ、まあ、その辺で安全は安全かどうかわからないけど、はい、ちょっとでも安全性を高めながら
ってことですね。3万持って今の取った年から入っちゃうとさすがに手配が1000点でパンパンになっちゃうから、はい、池田は初オープンイーシャンテン難しい。ウーマン切りもあったかな池田の手配。うん、でアンマンが狙い目になってたんで2万が3枚飛んだじゃないですか。あ、結構2万ポンってできる可能性は大きくて、ただこう打っといた方が最終形は間違いないんですけどね。必ず2面が残ると、うん、いっそつもぎり。これが泣ける。3万はつもぎっていった。これを換算万で池田勝ち。6球層の天敗です。うん、難しくするね。あまり意味合いがないかな。サブローマンでチーしてリアマン打ったことかな。安全ですか。うん、安全だしわざわざ馬に通す必要がないからね。はい、池田の町は老朽層、青山は七八九の三色が見えるイーシャンテン。沢崎、お、森岡がここでリーチに来ました。町はウーパー層、パー層は高めの三色です。うん、沢崎はリャンピンポン差し子のマンズをチーしてこの形転敗。2ピンが3ピンは行きやすいですね。数ピンの数ピンが早いんで、うんうん、森岡のリーチを受けてどうするか。積もりました。高めのパーソー一発積もです。リーチピンフ一発積も3色ドライチ。裏はありません。3200、6200。あら、これでまた再逆転。あ、本当ですね。うん、森岡の羽根マン積も上がりとなりました。池田がちょっときつくなりましたね。そうですね。ただ次親番を迎えます池田。まだトン3局ですからね。何があるか分かんないけど、トン3局池田の親番。あ、でも少し表情はそんなにこう険しいような表情ではなかったですね。うん、爽やかですね。爽やかです。ドラはリャンマン。さあ池田どうだ。流派が統一が見えました。まずまずでしょうか。うちに寄ったような手配でした。森岡はソーズで一面ツー、両面ターツが一つ。佐々木は面ツーありませんが単四杯が多く見えます。森岡はトン打ち出していきました。ドラのリャンワンを引き入れてマンズで一面ツ。柔らかくペンチーピンのターツを払っていきましたね。まあ、まだ序盤なんでいいんじゃないですかね。もう少し後継の後継を求めて、はい、リャンシャンテンをサンシャンテンに横に横に伸ばしていく。どうしてもあのまま組むと窮屈な形になりそうでしたからね。あのペンチャー残して後継残していくと、うんうん、下の3色もある。キューピンはつま切り。いいシャンテンになったけど、うん、リャンシャンテン戻し、うん、柔らかく
構えていきます。ペーもシャーも1枚切れ。掃除切っても掃除切っても掃除しかここで数万を選択。あ、お、ドラドラになりました。森岡目いっぱいならペー三蔵とかウィンピン、うん、嘘。ここで両ピン切り、ドラドラの森岡の手牌。うん、パーソンの重なり。9層はつもぎりました。森岡3枚が合う子、ちょっと形ができてきましたか。ウーマンポン。さあドラドラの森岡がウーマンをポン。なるほど、いいシャンテン。うん、いいシャンテン。メンツを崩してっていうことですね。タンヤオの役をつけに行ったと。カンチーバンは1枚切れ。いいピン、いいピンはどうする。ここで安全牌のシャリスソフリテンだけ残しましたか。高い、はい、3色がありますね。2差しの3色。親番の池田リャンシャンテン。これは嘘。これどっちでもいいですが、リャンソー。まあ嘘が4枚見えてるんで、うんうん、パーソーの方が後々切るのは安全ってことですね。どうせ2か8切らないといけないんで。リュウハ、これは池田に統一ですが仕掛けず。ん、いや、リャンソー切ったよ。あ、すいません、ションパイのリュウハ打たなかったんですね、うん、青山。フリテンターツでイーソーが4枚切れ。青山の手牌ですね。ここでリュウハが出ましたが、前順にリュウハをもう、うん、落としていきました。池田このパーソーは青山が仕掛けてテンパイを入れます。サブローピン待ち、タンヤオドラ1のテンパイ。この3回戦目はかなり大事なところとなっていきますよね。4回戦目に向けて。そうですね。お、
これでイーシャンテン親番の池田。ボケ八さん痛い。痛いが。トン八チュン。ワンパイ全部出てますか。トン八チュン。もう経点かなっていう感じですか。経点っぽいですね。三色はないんで一通があるかどうかぐらい。ちゃん高いんですか。青山が妻を上がりました。タンヤオドライチ500銭。青山の妻上がりとなりました。トンの4曲となります。親番は盛岡。ドラは9ピンです。さあ森岡の手配、ドラの9ピンが3枚すでに見えています。来ましたね。ヤンメンターツが2つ。これは来ましたか。来てますね。ペイからさあ佐々木ソーズで1メンツができています。青山はちょっと苦しい形。池田も苦しいか。ここはドラさんの森岡がかなりチャンスとなるか。うん、ね、ただ沢崎はなんとかなりそうか。はい、そことの戦いになりそうですね。池田は相当厳しい。リャンメンターツが一つできました。お、チーピン。チュン、おパス。チュンは切らず、これは重ねたいという意味でのチュンでしょうか。まあ、それは大きいでしょうけど。ションパイのチュン。9万。これは3チュンですか。パーマン引きたいですけどね。はい、カンパーワンの受けがあります。ドラの9ピン。沢崎はすでにイーシャンテンなんですね。ああ、ドロップ9万とシャンポン。はい、これでヤングパーマほとんどなくなりましたね。本当ですね。ウーマンが皮に3枚、パーマンが1枚。目に見えてヤングパーマンが薄くなっています。ウーマンが1枚、ヤングマンが1枚。はい、しかない現状。山には山馬が1枚ずつと。白が重なりました。池田白はションパイ。こちらの白もションパイ。今切られたトン合わせていきました。ローピンの重なり、これは両ピンと入れ替え。チュンはションパイ。つむぎっていきます。森岡ドラさんのチャンス手ですが、まあね、なかなか進みません。やっぱまあこんだけ薄くなっちゃうとね、きついはきついね。はい、スーピン。これはリャンカに受ける、うん、青山はイーピン引き。
チートイツのイーシャンテン。フィリピン2枚切れですか。お、ベンチャー入れた。9万2枚切れなら9万ですね。ローソー選択。うん。お、サウピにスーピンがくっつきました。スーソーはどうする、沢崎。シーソーがと、スーソーも通ってる。ここはシーソーと入れ替えました。親の現物がチーソー。おー、じゃあスーソー切っとる。これはローマになりそうですね。何はともあれ、何はともあれ、一般マン解消と。はい、森岡がイーシャンテン。サブローピン、リャンウーマン。さあどうだ、イーワン。沢崎がテンパイ、カンウーピンに受けます。リャンピンが森岡と青山の現物なんですね。さあリャンマンを引き入れて親番の森岡がリーチに行きます。待ちはサブローピンです。リーチドラさん、はい、ピンクついてなかったっけ。あ、ついてないね。チーマンコでした、失礼しました。はいサブローピン、親からの森岡の、うん、親の森岡のリーチを受けての一発目。テンパ入れてますましたが、沢崎はやめ、ローピンここに来ました。チートイツのイーシャンテン。ペンチピンが入った。これでイーシャンテン一発はありませんでした。サブローピンどうでしょうか。ちょっと薄そうですかね。3ピンが1枚いますね、うん、だけだけだけ残り1枚の3ピン積もることができるか森岡。チートイツのイーシャンテン続行です。お、池田テンパイ、リャンウピン待ち、現物待ち。ここは闇点に構えました。リーチ全…あー、リャンピン切られすぎか。リャンピン画面に見えて4枚切られてる、うん、ね、けどそれでもリーチはあるか、うん、ありますね。展望状況的にと。万が一これ積もったら痛くないですか。痛いです。さあ、うん、嘘は取っていないが、うん、まあ全然当たってもおかしくはない。リャン嘘ありますか。ありますね。うーん、やめた。丁寧だと思いますけどね。これで配定配流局となります。森岡の一人転配で流局となりました。森岡の親番が続きます。トンの4局一本場。うん、勝負手でしたね。積もりたかったところですが。そうですね、6戦ホールは決め手になるぐらい。決め手にはならないけど青山より上行きますからね、はい。まあ、6戦ホールなくても上行くけど。ドラがウーピン。お、森岡またドラドラ。また手牌も両面ターツが2つ、うん、まずまず、ね、沢崎はハクが統一仕掛けますかね、はい。シャーチャの青山何が重なった。池田は両面ターツが2つ、森岡はチーワンパーワンと統一になっています。沢崎チー統一になってきましたか。はい、池田は流派を重ねました。うん、まあ、池田は別にまだ仕掛けて軽くいってもいいですけどね。
親番がある。うん、盛岡に連チャンされてどんどん加点されるのもきついですから。はい、青山の手にドラノムピンが1枚。しかもトーナメントってよくあるんですけど、今もう両面立つが多すぎてちょっと1、2、3、4、5、5個ある、うん、るか。ドラコテトーナメントだと今例えば龍波ポンで池田仕掛けるじゃないですか、はい、別にわざわざ青山は何をするってわけじゃなくても、はい、池田が上がることは青山にとっても得じゃないですか。はい、盛岡に上がられるより全然いいですね、うん、だからそんなにきつくこいつ上がらさないようにするってことはないから。あ、そういう意味で強力っていうほどじゃないにしても繋がれてもいいよぐらいで切ってくれることがあるから無理して絞ったりはされないと、うん、ただ高い点を狙ってしまうとちょっと話は、おお、ん、仕掛けましたね。ローピンの地位ですか。仕掛けるために3万リャンマン払ったとこもありますか。あ、タイヤを確定させたかった。そうですね、1万バーマンポンできるように。はい、さらに想像これでブッシャーブッシャー、どちらも泣ける C1 パー1。そういうことです。まずはパー1からポン、ね、狙いたくなるよねこの点数状況で、ね、この手牌なら。ただ一人でやってるんじゃないないっていうのは大きいかな。ローピンチーで単用みたいな仕掛けが入ったわけじゃないですか。はい、それに対してパーマンチーマンポンされるなんて思わないけど、うーん、チーマンパーマンどっちかはチーされそうですよね。はい、で相手が3万リャンマンって切ってて、うんうん、だから自分がそう本一狙うのはいいけど、狙うことによってこういう展開になるのは予測できなきゃいけない。じゃあそれどっちがいいんだっていうところまで考えて、はい、ただただ打点を追うのが正しいかというと結構微妙。うーん、しかも3ピン切ってて3ピン早く切っててペンローピンというか6球ピンチーから入ってますから、はい、ヌーピン統一以上の可能性も結構多い。ああ、打点もありそう、うん、じゃあこれ上がられたら結構きつくないっていう。うーん、自分が本一行くのがそんなに自分が本一行ってもそんなに打点上がるとは限らない。はい、リハポンとかだったら3球になっちゃうかもしれないから、うんうんうん、その価値があるかと、うん、そういうことを全て加味して考えていかないといけない。もちろんね、ただうまくいってますね。はい、池田の中で、うん、はい、どっちが正しい正しくないっていうのはないんですけどね。うんうんうん、選択のゲームなんで。ただ分かった上でやらなければ、うんね、いけないと。さすがにパーマンチーマンがパーマン9万だったらもっと本質やるとかさ。あ、パーマンチーマンだとさすがにこれ2個泣いたら親に上がられちゃうかなとか。スッチーマンクッパーマンかでも十分に泣かれる可能性ありましたね。じゃあこの局面打点じゃなくて上がりを取りに行った方がいいのかなとか。さあ青山が勘違いそうでチーいいシャンテンローピン、親番の盛岡はドラドラで天杯サブロースを待ち、そして沢崎は白をポンしています。ペンチーピン待ちの天杯。あ、そっか、ローソーここで2枚使ってんのか。ローソー1枚ずつか、三層とローソー1枚ずつですか。青山は関数ワンの天杯、数ワン、これはこれはチーマンですね。ポンされているチーマン、パーマンポン、チーマンポンが入ってるんで、カンチーマンとかシャンポンがないですからね。表示牌の数ピン、さあ4射3射天杯、池田が面本のインシャンテン、流派はションパイです。池田の手にあんこの、はい、まあそうですね、持ってるのは池田っぽい。まあ親も頑固もあるけど池田っぽいですね。行きました。親はちょっと
流派バックは考えづらいですよね。タンヤンハイを 3つ3フロしている、うん、まあその前にイースマン払ってるっていうのが大きいかな、うん、そしたらだって7788だったら78切ってイースマンと69万流派が流派バックとかだったらね、はい、そうしてた方がいいじゃないっていう理屈になるから、森岡は先ほどウーピンのドラ3枚目を引き入れて選択が可能だったんですか、うん、おっとテンパイ怖え白を切って池田がリーチに行きました。絶対見本じゃんみたいな。イースチーソーサブロー9層嘘イースチーサブロー9層何言ってるあ違うごめんなさいリャンパソーです。ええサブロー9層ですねごめんなさいサブロー9層リャンそうそうね、リーチのおかげで沢崎の流れなくなりましたね。しした、おー来た三層一発も失礼しました。リーチ一発つも流派本一リーチ一発つも流派本一3600決めてきましたね。これはかっこいいね。あんなにダメ出ししたのにダメとは言ってないか、上がりきったと、うん、リスクを負ったが、うん、見事上がりにつなげました。池田のハネマンのつま上がりです。一気にすごいことになりましたか。これこれは一気にまた一気にああビサですが3着目、うん、ただもう全然可能性が出ましたね。はい、さあ何入れす何の一曲沢崎の矢番です。ドラが9番、決めましたね。面本いや決まりましたね、うん、しかもちゃんとリーチ打てたのがね素晴らしかったですね。そうですね、うん、リーチ打たないと沢崎が嘘を打って嘘を言ってしまってペンチーピンの上がり青山がチーピン掴んでましたから結構劣勢の時にそれはある話で、はい、相手の上がりの後に自分の上がりがある時、うーんなかなかあの面本リーチ打つケースって少ないですけど、リーチ打った方がいいケースは存在するということですよね、はい、それはもう分からない。どっちがいいかは毎回リーチはおかしいだろうし、うーんリーチじゃなければ上がれてたとかもありますもんね。うんけどよかったですね、初めての映像対局でかっこいいところを見せれて、はい大きな見せ場となりました。池田君のファンに池田さんかっこいいですみたいな、うーんかっちょいいと、うん、ゆずきのデビュー戦とは大違いやめてください、忘れたい方なんで沢崎はまあラス目ですがこの親番どうしますかね。白南が今統一なんですけれどもどうしますかね。ピンズの本一向かっていきますか。いきましたね。仕掛けたウーピンをカンウーピンでチー一気通貫もある形、チートイツ一本か、うん、今つもぎり、まあ、本一とは断定できないので捨て牌が分かりづらくはなってますね。次、まあ、フローすると分かりやすくなりますけど、まあ、ペー先に切ったんでね。カンパーピン入ったイーシャンテン、ヤンピンは三山、白南も三山、三山三山ですか、うん、さあ森岡がイーシャンテン、ドラ森岡持ってますね。はい、あー来た三蔵引きリーチに行きます。森岡町はサブローソー面単品高め一平子、意外に意外に三蔵がない、ないおわーローソー入った、これは強そう。ここにサブローソーが5枚ある、ただパーマンがないウッパーマンです
顔漫画ない4枚見えてます。まあ水槽は切るでしょうけど闇剣もありますね。サブローピン引いたら9ピン切る。おお降りた、手堅くいきました。やはりパワー1でもパワー1がないときついね。ペンウーマンだとちょっと行きづらいでしょうか。まあ沢崎もいます。おあ転敗した。しごろでチーしてるので一気通貫がついています。うへえ怖え。上がると満貫、チーマンかな。パーマン4枚切れてるんで筋のチーマンは相当安全ですね。怖え。沢崎の町はなんと吐く。俺森岡が掴んだら森岡きつくなっちゃうね。確かに、青山がすごい有利になる。うわロースをサブロースを吸収リーチしてたらね大変だったね。宝珠となってましたね。これはあかん、かんもできない。これは当たるやろんで、ですよね。切りたくない、ない気持ちでいっぱいになりますよね。トンと青とチュン全部一枚切れ。シャーかな、シャーは2枚切れ、まあ、シャーの統一落とし入ってるので沢崎がですね、まあ自敗短期で当たることはないんですけど、はい、受け田をトンの統一に手をかけていきました。さあ3品が打ち出される。3品は現物ない。いやこれ沢崎に打つも最悪だからな。ピン図に見えますか沢崎は。よくチーピンとな、ピン4枚見えてるとはいえピン図ですね。シャアの統一落とし先に入れてるとあれなんですけど、一応シャアの後にパワー1が出てきてはいる。あーパワー1はカモフラージュになりましたね。ただローマンの後にシャアの統一落としたんで、はい、じゃあタイヤオじゃないじゃないですか。はい、どっちかっていうとよくよく沢崎とかってやってるとあのパワーマンは、うん、で2人の現物なんで持ちやすい牌だったし、あれがドム筋のウーソーとかだったらね強烈でえみたいな、あ関連牌なのかなと。ハクだ。これは沢崎の上がりとなります。ハク本一一気通貫12000点。森岡が沢崎へ報酬となりました。いやこれは厳しい報酬となる、ね、一気に4着目。いや沢崎の仕掛けは怖いですね。いや恐ろしいですね。しごろからしごろピンからチーして、まあ、2枚目とはいえいけないカウンピンから泣いてね、はい、カンリャンピンカンパーピン白南のイーシャンテンでねパッて見たらテンパってる、ね、恐ろしいです。そしてこの親番が続いてこの手配一気に来ましたね。はい333獅子ごろ、どういう形ですかこれは。333獅子ごろ一メンツ二メンツ白からですかね。支配の白から、まあ単野でしょうけど陳逸も見ながら何の一曲一本場ドラは初これは森岡はラスか。現状は青山ですか。あ余裕で青山ですね。6.4 31.4。青山プラスですもんね。 14.8 29.8。 はい、いやでも森岡もあの手はリーチに行きますよね。サブローソー待ち、いや行かないもありました。行かないもありますね。うーんやっぱこれはあり得ることでしたからね。沢崎への報酬、シャアの統一落としを見たわけじゃないですか。はい、本一やってんのかなと思ってシャアの統一落としってことは絶対にイーシャンテン以上なんですよ。はい、本一やってる人がイーシャンテンではいなんかショーパンのシャアの統一落とし知ったってことは、しかもシャアが余るぐらいいいターツの本一をやってるわけじゃないですか、はい、でイーシャンテン以上、ってなると結構リスクは負いますよね。うーんリーチ打つと絶対自分はには打ってくれない人たち、はい、池田青山はもうほんまにやったですね。ことを踏まえると闇天だと
想像は上がりやすいじゃないですか。実際青山が打ったかどうか分かんないですよ、サブロスを。はい、だからそこはありますよね。闇天にして今回勝負局にしなくても、うーん、ちょっと煮詰まりすぎちゃったから、煮詰まりすぎたというのは沢崎が手配が進行しすぎてしまったから、はい、闇天にするかっていうのはありましたね。なるほど。だからそのヒントがなかったらきついですよ。沢崎がなんかまだマンズしか切ってなくて、あ、じゃあもう何も余ってなくてってなったらリーチ打つでしょう。リーチが絶対、これもリーチだ。さあ池田がドラの流派とイーソーのシャンポンでリーチに行きました。こちらはイーシャンテンに取ることができます。ただ流派先ほど通ったはいですが、ね、その後に重なったんですよね。うん、そうですね、まあ、流派を一発で切ることはないでしょうね。現物はあります。キューピンパーピン、ありえなくはない。行くならって言って、あ、冷静ですね。現物のキューピン、うん、立派ですね。さあ青山もここでリーチに行きます。待ちはスッチーソー、あれこれ、はい、まあパーワンか。流派打つもあり得るようになってきましたね。青山の現物が流派ですかそうですね。これもう青山に打つは最悪なんですよね、森岡にとって。はい、困ったら青山の現物打って池田に打ったらマシ。まだ池田に打つ方がと。イーソーも、イーソーも当たりですね。イーソーも当たり、はい、両層が2枚切れ、イースーチーソー流派ですね。2人合わせ、あ、そうですね、イースーチーソー流派が当たり、はい、イーソーと流派が池田、スーチーソーが青山となっております。あ、イーソーがあと1枚ですか。うん、もう結構待ち少ないね。スーチーソーの方がやっぱ有利か、さすがに。スーソーが1枚、チーソーが2枚。さあどうなる。池田の待ち牌は山に1枚、イーソーがある。池田もね、闇天にすればとかできないもんね。イーソー流派を闇天はなかなかできないですよ ね、 流派1枚ね。これでイーソーがふわっと打たれたらだしね、辛くなりますよね。森岡が流派持ってって手が進んでんなら教えてよみたいなね。うーん、ちょうど連想切りリーチはどうせ入るとして、はい、切る牌が白だったから目立たずにスッて流派が出てたかもしれないね。結果論です。はい、これもリーチします。青山の流派の切り時もギリギリ間に合っていたところでした ね、 そうですね。面白いですよね。本当に一手の差が明暗を分けていく。まっすぐ行ったことが、うーん、青山の都合でやったことがうまくいった、うまくいってる。はい、なくなりましたか。なくなったか。なくなったら9万、いや9万もきついけど、まあ9万になりそうだけどな。中筋の数字、なるほど、中筋、まあまあ青山にはね、池田には一応いいスピンありますけどね。あ、そうですね、うん、手配的にはなさそう。3ピンが早くて、うわ何も切るもんないじゃん。3万何個としか、数はノーチャンス、あ、ノーチャンスですね。ノーチャンスですね。じゃあ3万です。さあ、リャンゾーがこれで川に3枚見えた。そうですね、リャンソー4枚見えたらイーソー1は危ないかもしれない。はい、シャアは1枚切れ、3万は3万ですね。はい、3枚4枚になってたんですね。うん、イーソー1枚ずつ、イーソー1枚、はい、分かんないね、どうなるか。お、これはリャンピン。さあどうなる。
パーソン、まあ、池田にとっては大きいですね。まあ、青山にとってはね、自分が上がれなくても全然いいですけどね。まあ、打つのは嫌でしょうけど、はい、現状では 2着目にトータルポイントで2着目にいる青山、私自分の手が安いからね。はい、チーソーだ。これは青山の上がり、リーチ裏はありません。1300点、青山の上がり。1300は1600、青山の上がりとなりました。池田ドラドラの手でしたが上がれず、何の2局になります。親番は青山。ここはもうあとは最終戦に向けてなるべくポイントを離しておくっていう感じになるんでしょうか。うん、そうですね、はい、さっき計算してどれぐらいだったっけ、もう忘れちゃった、すいません。14.9、29.9。青山はトンガ統一、なんちゃ池田、虎の流派が1枚、364。チュンから仕掛けていったのは沢崎です。青山に白も重なっていきました。結構な差ですね、45、6。青山、森岡が45、6、池田、青山が51とか。なるほど、現状で、うん、結構離れてますね。このまま終わるとそんな感じです。そんな感じの最終戦になる、まあ、はい、トップラスさえ作れれば条件が出ますけどね。トップ3着だと 4,50 ポイント差だと2万点しか変わらないので、はい、2、3万点、2万5、6千点から3万点以上上に行かないといけない。はい、あ、すいません、沢崎ですね。沢崎はチュンを仕掛けています。青山の星トンとハクはまだ皮に切られていない。そう、ドラドラ重なった。流派は1枚切れ。さあ、この老僧を沢崎勝ちしてイーシャンテン、まあ、一気に本一にしちゃいますかね。しましたね。うん、カンパーソーが入りました。池田イーシャンテン、あまり安い連チャンしても意味合いが少ないですからね。おお、さらに想像白が出た。これは青山が仕掛けます。どうせ連チャンをするなら高い手で、うん、1500上がるのは天敗能伝とそんなに大差ないですもんね。はい、なんで1500で連チャンしてね、次池田くんとか森岡さんにハネマンとかマンガン積もらえたら何のための連チャンだったのかってなるんで、スーピンが2枚切れ、パーピンが1、G ピンが1枚切れなんでスーピンですか。なるほど。さあ、森岡 E1 があんこになった。チートイツのイーシャンテンをどうする。流派は1枚切れ、ペイは1枚切れ、そうですね、リャンマンもよく見えるのか。ただリャンマン切った、一旦リャンマン。リュウハだ。これはどうする。2枚目のリュウハ仕掛けていった。仕掛けてどうするの。仕掛けて何でもありますね。両面払うもある、まあ、スーピンもあるし、チー、まあ、チーピンローピンですか。チーピンから、ウーピンの受けがあるためチーピンからと。うん、一応1枚でも。うわぁ、スーソー切らないか。切るとチーですね。チーピン、キューピン打てますからね。はい、ありますかね。うん、チーピンに手をかけました。まあ、小山が連チャンしてどんどん展望増えることは
沢崎にとって嬉しくもないですからね、はい、自分がターゲットになる可能性も出てくるんで、うんうん、うーん、どうそうぐらい切りたいかな、うーん、見てないか、切らない、まあ、ただ回れるっちゃ回れる、想像にくっつけての天杯もありますね、うん、そうだね、沢崎はまだ回りやすいけど、数万は角切り、まあ森岡は1個着順上げるとね、今45ほどの差って、おお、三郎荘の天杯すごい捨て牌になってる、第一打数層打ってサブロスを地位してまたサブロス、すごいですね、意味わからないですそうね、どっちも後引きじゃないと、いやこれは行っちゃうだろうな、行かないもあんのか、地位層どうだ、うわーさすがです、行かない、まあね、行く意味がないってちょっとないんですけど、さすがですね、ちょっとね欲に負けて両面だしみたいな、潰ろそう、うん、そうですよね、両面だしな、行っちゃうかなって、まだ回れるただスッチーソーは振り点すごいね、スッチーソーは泣かないでしょうから、あれでしたか、あー上がりが上がりだったかもしれないね、そうきついね、ただ青山天杯に見えんのかな、まだ余ってない、うん、余ってないですね、自敗が一枚切れの難を打っただけなんで、はい、まあ、沢崎は地位されるんで、うんうんうん、あの地位されるが最悪、地位されない一番もう上がるのが理想ですけど、流局で能天だったら全然いいじゃないですか、はい、局が、うん、進む分には、うん、スーピン、これは森岡がポンしてテンパを入れます、リャンソーとペイのシャンポンドラドラさらにソズ、まあ、9万は通りますけどね、ほとんど6万が通ってるんで、これも回るんですか、お9万、すごい手配がソズの本質になるかもしれない、そうですね、チュンとしごろのソズを地位してるのでそう、ね、感想1枚、ペイ1枚、はい、森岡の問い問いも、森岡は初とスーピンをポンしています、ハネマンは大きいね、一気に2着になるんで、初問い問いドラさん、うん、で500かぶりするんで、そうするとまた今度は森岡のリードになるんですかね、いやまだ買わないですね、45って言ってたんで2着順上がって2万点3000、6000で18変わるんで38ポイントほど変わるんで7ポイント8ポイントぐらい、なるほど、まだ青山が上ですね、まあ、最終戦の着順勝負のような、うん、そうですね、おおっと、っ天杯力強い、関数差待ち1枚いるね、1枚いますね、でもこれでリャンゾーがなくなったということですね、1対1、あとはペイが1枚、1対1でどっちも致命傷みたいな、本当ですね、うん、この関数層ね、森岡が掴んじゃうと結構痛いからね、どうなる、青山ペイは止まるか、青山の立場はやめることができますよね、森岡は止まれない、まあ天杯だけだと思えば、ただこれでもう最後の角番、あー欲しい、もう少しで天杯だった、さあ青山の最後の角番、そして配定杯、ああ2枚切れか、じゃあ切れますね、チーマンは、うん、切って天杯、青山と森岡の2人天杯で流局となりました、青山の親番が続きます、これで森岡は一着順上がったんで1万点縮まった、はい、35、6の差ですね、はい、何の2局1本場、青山の親番です。
ストラがリャンマン。さあどうだ。お、レンズで一面つ。ガンちゃんが入って悪くないですね。はい、リャンメンとアツもあります。池田はどうする、この手牌ドラバリャンマン。どうする、まあ何はともあれリーチですね。はい、まだ親番もあります。池田、うん、安く上がるもありますね。全然池田の立場ですか。青山は結構、まあ、高そうなリーチ以外には押せるぐらいのリードがありますからね。まあ押さなくてもいいんですけど、うんはい、なんで安くても上がっとかないと、まあ、もちろん高打点組めるなら高打点見つつ、はい、安くても上がらないと連チャンがずっと続くことは差が広がることですからね。大体広がっていくときついですよね。なるほど。お、ただこれはピンズの本位置に行きたくなりますかね。どうなんでしょうか。うん、なるね。ウーマンローマンが重なって、うん、ちょっと一通にスッキリはならなそうなので、はい、ピンク一通とかになるなら染めなくてもいいんですけど。おう、ピンどうする、行っちゃった方がいいんじゃないですか。行きましたか、うん、ローマン切り。何を仕掛けるかだけ考えといた方が。うーん、いいピンはポンしたくないな。まあいいピンポン、3ピンチ、ウーピンポンぐらいですかね。はい、私の第一感はパーピンチはあんまり、あ、形上ネックっぽいけどパーピンチしちゃうと残った形結構今瞬間ひどいからね。そうですね、中膨れのウーピンと112みたいな、はい、3ピンはね換算ピンで泣くとね結構ウッパーピン、いいピンと、うん、いいピンが出た。ピンポンはありますね。仕掛けていった。あのいいピンポンに対して青山がどうするかですね。池田の神茶。うん、そうなんですね。ドラドラか、森岡。はい、リャンマンがドラ。沢崎はカーンウーマンが入ったが、青山は一面つ完成して、うん、いい3品、カンリャンピンの役なし天敗。3品食い取りましたね。おー、4日からパーピンチできると気持ちいいね。はい、池田が鎮逸のいいシャンテン、うん、まあ引ける方が気持ちいいけど、パーピン引くと何待ちですか。イスチーピン、ロッキューピン、すごいじゃん早いできたやるなまさかこんな早く答えが返ってくるとは。今ちょうど見てたところだったんですでも他の牌だとよく分かんなくなりますね。他は結構簡単なんで他ためちゃん何用が、まあ、キューピンにいたらウッパーピン、キューピン、うん、でしょ。リャンピンはないですもんね。リャンピンだな、はい、チーピンとかカンパー、うん、ですね。キューピンのくっつきみたいな形だからね。そうすると今言ったところが全部仕掛けて天敗になるところ。うーん、まあそうですね。ピンポンはしたくないけどピンポンはちょっとだいぶ嫌ですね。でも天敗は天敗ですもんね。まあそれはあれね。じゃあ泣かないのって言って泣かなくてパーピン引ける保証もないしね。はい、ピンポンし、お、3ピンが入った。これはカン、うん、うん、全然違う、これは天敗しない、はい、はい、だいたいだからキューピンのくっつきみたいな。そうかそうかそうか、上へ持ってこないと盛り上がらない盛り上がらないですね。でもこれでまたさらに受けを広くなりましたけど、いいピンポンなんでね。あー、いいピンがもう、うん、まあ実際ここにありますけど残り1枚、うん、
仕掛けが入りました。森岡が嘘をポンして換算品のタイヤをドラドラ転売。あ、3品がやばい池田の3品がやばい、 やばい。どうすれば3品が出ない転売になりますか？数品引くとランパーピン、うん、正解、うん、パーピンが下がった。あ、下がったっていうか、うん、パーピンは打たない。偉い偉いね。9ピンの方がくっつくと3ピン補充、うん、そうだね。6、9ピン、チーピン、ウーピン引きは9ピン切るかですね。はい、実際ウーピンはないですけど、しかもイースーピンももう1枚もないんですか？数ピンないですね。2ピンもない。2ピンもない。でもフィルの下がない。6、9ピンがあるかどうか見てないけど、転売したら大体3ピンが出ていくような形になるんでしょうか？うん、まあパーピン引いて順目が深ければ安全に9ピンっていう選択肢もありますね。パーピンは山にいそうな気がします。パーピンは山に2枚、パーピンが2枚ですか。うーん、パーピン引いたらどうする？パーピンしかないね。そう、ピンズ パーピンしかない。森岡がパーピンを切っていき、これを沢崎がち一応いいシャンテンに受けました。あ、3ピンがいました。失礼しました。あ、3ピンがいたがなくなった。どうだ、くっつかない。もうつもばんないんですね。うん、沢崎がこれでピンズにくっつけてテンパイ取れるかどうかだけですね。ピンズないって言ってたね売り切れてるって言ってたね。ピンズは売り切れてましたはい、これで流局です。森岡の一人転売で流局となりました。着々と森岡は、そうなんですよ、転売量で、うん、だいぶ近づきましたね。はい、さあ何の3局、池田の親番になります。千ちょいの差、はい。さあ池田、大事な大事な親番です。そうですね、最終4回戦目に向けて大きな勝負どころとなるでしょうか。うーん、森岡より下行っちゃうと池田は相当きついですね。森岡との差も多いし、はい、さらにそれより上に青山がいるような状況になるので、まあたとえポイント差が50ポイントとか60ポイントあっても1人だったらそんなに難しくないんですよ、はい、トップラスの2万点と か, とかある1回ね、すごい難しいけど1万2000とか直撃する可能性はあるけど、あ、はい、そしたら一気に条件ができたりするけど、そうですね、2人だとそこからさらに、そうだね、1万2000点直撃してこっちからも1万2000点とか、ね、その対象が1人と2人はえらい違いがありますよね。なんで森岡より下で終わると、森岡ともともと40ポイント差だからね、はい、これで森岡より上で終わると20何ポイント差なんで、自分がトップ取ればそんなに気にならない差じゃないですか。はい、とあとは大きく上に青山がいるんでそれを追っかけるみたいな、うんうんうん、下行っちゃうと40がこれさらにね、森岡より下行くから50とか60で青山と70とかになっちゃうんで、はい、きついね。もうとにかく素点をバンバン稼いでいくしかないような、うん、そうだね。で大事ですね、はい。手的にはどうでしょうか、親番の池田の手配は。沢崎は白が重なった。沢崎もただどういうふうに戦っていくんですかね。別に普通に自分のことを考えて、今プラス50ぐらいありますからね。はい。まあ、ただもちろん一個でも上の着順を。仕掛けていくか。いいピンからポン。あららら、もう翻弄といてるみたいな。はい。そうですね。さあ池田はこの手配どうでしょうか。かなりいい、ね、かなりいいね。またいいウーワンも引きました。森岡は安くてもいい上がりたいような感じですかね。まあそうですね、うん、親を落とすことに意味はありますからね。はい、そうすると無理してピンズには向かわなくていいと。はい、
さあ沢崎がこの白をさらに仕掛けていきます。いいピン、白をポン、そしてこの手ちゃんととか、おドラドラの人、青山はドラドラの形が良くなった。はい、池が広い。池田のこの手はリーチまで持っていきたいですね。親番の池田、これは1500はね、嫌ですけど、嫌ですけど2枚目の数層とかポンしなきゃしょうがないような。しょうがないですか。お、これでチーピンですか。素直に、まあローマンとかもありますけど、まあ、いいペコ逃しちゃうんで、素直にやった方が。チーワンの重なり、なんか2枚切れ。これは、これは同じ形ですね。同じ形ですね。はい、まあ連想がくっついてるかくっついてないかで、なんでしょうこれは。普通どっちどっちもあれな、数層かローマンか。第1か、まあ、数層が1枚切れてるんで数層っていうのもシンプルですね。あーもう分かんないんで。なるほど、まあ、あとはリャムマンとウッパソどっちがいいか、はい、いい方を固定したいんで、リャンソーがアンコになった時に間違い選べる方か。カカン、沢崎が白をカカン、ドラがローソーは親の池田が統一。9万引いちゃった。わあこれはやばいね。沢崎、まあ沢崎けど、これチーテンも出てくるか。ドラドラになっている。池田ここはパス落ちしてテンパイ、リャウマ待ち、タイヤをドラドラに、手が高くなっています。沢崎は白といいピンをポン、白をかかん。さあどうなる、天敗だ、どうする、どちらにするか。9万切るんじゃないですか。シャーとチーワンのシャンポン、白といといの手、シャアは1枚切れ。9万か。一番当たっていらないもんね、取らなきゃ。シャアはちょっと止まらないですね、池田は。わ、危ない。ただチュン止めてるからもうやめるかも。また偉い。リャンマン、池田がつながりました。つながりましたね。つながった。ダイヤをドラドラ2000は2200オール、池田のつながりです。いやー、これで加点して親番を続行。はい、このハンチャンでの今2着目まで。そうですね、下ともちょっと差ができて、はい、安心しますかね。何の三脚、三本馬上まで12ポイント、1万2000点、はい、まで。ちょうど1万2000点差。うん、ドラは両ピンです。さあどうでしょうか。ピンズで一メンツ、ソーズの両面ターツが一つ、まずまず。森岡は流派がドイツ、45ポイント差か。 45.1。 現状の池田、青山ですね。あれ、俺計算間違いしてた。あ、そうだ、あ、すいません、森岡青山の差結構計算間違いしてました。失礼しました。はい。
実際は、実際はもともと青山の方が上下ですもんね。16.4とを引かないといけないのね。はい。2233433から16.4です。はい。二六九ですね。全然可能な差でしたね。はい。はい。失礼いたしました。さあ、盛岡リャンワンが重なりました。ドラは両ピン。シャーチャの沢崎は、トイツが3組。ピーチャー青山はペンチースを引き入れました。白がトイツの手牌。ドラは両ピンじゃないとね、仕掛けやすいとか、いろいろやりやすいですけどね。あドラ、まあまあ、打てなくないですけど。でも打つドラ切れんだったら上がれる点にしたいですもんね。リスクショって万が一親にドラポンされるとかバカらしいですからね。はい。池田は7八桂の3色が少し見える。さらっと切りましたね。さらっと両ピンのドラ、うん、さらっと切っていきました。三面ちゃん両面の医者点、うん、どっちもあるけどトンの方が良さそうだけどね。青山の点ですね。はい。両ピン重なる可能性もあるし、あそしたら単位をつくし、はい、一気に上がりやすさも増えるし、はい、三ピン引いたら両ピン切らなくて済むし、もっと引っ張っててもいいような両ピンでしたか。まあ、うん、森岡はどうする。ドラメンツが完成した。9ピン切りとかが面白いですか。9ピン切ってローピンとか引いたら単ピンに渡る。あー9ピンのロスだけど、そう、うん、まあそれからヤンマン切ってシンプルに一番強い今の強い形を求めるか。はい。チーピン切りはあんまりなんか結局まあ799って切った方が安全っていう、あー安全度で799、まあ、だからメリットはありますね。なるほど。攻めるべき追いかけてる立場なんで、はい、ローピンとか引いた単品3色とか逃したら激痛じゃないですか。激痛ですね。なんでチーピン以外で探しそうなんで、やっぱ9ピンが良さそうですね。うんうん。あのこの手順はなんかリードしてる青山とかがこう打つとそうだねっていう感じかな。はい。まだ森岡は追う立場、うん、追う立場なんで伸びる可能性があるってに蓋をして安全度を追う局面ではないかなって。例えばまあこのハンちゃんもういいやってなってるんだったら別ですよ。はい。このハンちゃんもあ今26って言ったじゃないですか。ポイント26ぐらいと分かって、はい、もう次のハンちゃん勝負だなみたいな。あ最終戦にかけよう、うん、もしくはもうオラスの親番とかに、うん ね、かけこうと。ここでラス引くんだけはもう最悪で、それを40とかの差にはしたくないとかいう考え方、はい、いろいろ考え方はあるんで作戦、うん、いいけどイーシャンテン。イーシャンテン？ん？違いましたか。いやイーシャンテン。イーシャンテン。はい。森岡は初を仕掛けてイーシャンテン。沢崎はどうする？二ピン先切るかどうかですか。切らない。安全パイのペイを切っていった。めんちゃんリーチしやすいですね。青山がリーチに行きました。町はサブロッキューピン。おお、いいピンすら打たない。池田ですか。うーん、ほう、あれいいピン森岡に対してじゃないですか。ああ、いやまあすごい偉いんですけどね、難しい。うーん、まあここはちょっと40何ポイント、ああ結局あこれでもまあ、リャンマンが受けたっぽいリャンマンですからね。ちょっと行った方が良さそうですね。この上確かに3着落ちは怖いけど、
チャンスっちゃチャンスなんで。はい。まあけどこれでいきますかね。ただ薄いんだよね、でもパワーが。これはいけない。ローピン、実際当たりハイ。これはちょっときついですね、ハイとして。いった。まあ形上普通ですけど。ピーチ、裏はありません。1300は2200。青山の上がりとなりました。そして3回戦でオーラスを迎えます。何の4曲、親番は森岡です。まあこうなったら池田はもう、まあ、トップ逆転はちょっと破裂もでも届かないで難しいんで、満着も届かないんで、はい、池田はもう最悪でもこの着順で終わることですよね。はい、森岡より下はさっき言ったようにきついんで、まあ、森岡森岡でも1個でも着順上げとくと楽になるんで。お、白髪シャーキューピン数万も統一、チートイツのイーシャンテン、ですか。全部泣いたら親満じゃん。ヤクヤクトイトイ、うん、泣きたいね。泣きたいですね。泣けそうな範囲が多いですもんね。そう考えてるのいいそうじゃないですか。ちんちょい狙うとね、内から切りたくなったりするけど、あんまり派手にしないようにという捨て牌派手にするとトイトイですって捨て牌にするとね、上がりづらくなるからね。さっきあの本一ですっていう捨て牌がありましたね。 ありましたね、はい、自己主張激しいなあ、うまいな、なるほどね。こういうとこうまいですね。普通の手牌に見える。あ、泣かないんだ。シャアはシャアから行くかと思ってました。そうですね、2枚目のシャア、これは仕掛けていくか。仕掛けました。2枚目のシャアをポン同順で、どういう風に見えるでしょうか。ドラあんこじゃないですか、沢崎さん。ドラはパーワンです。2あんこあってルーピーもあんこ、そして青山も、いさし形は良さそう。池田はこの手牌、池田これね、ちょっと地牌押さえた方がいいかもしれない。あ、さすがにシャーポンって役ないじゃないですか。はい、役ないっていうか今のところはね、はい、で同時の2泣きだから弱いけど、絶対大体地牌は欲しいから、で自分の手がそんなにいい手じゃないから、これ先々は良くないですね。ギリギリまで絞ってで出ていくなら打つのはいいけど、さっき言ったように森岡はライバルですからね。池田にとってすごいな。4枚目のウーピンを引き入れてペン3万待ちでリーチに行きました沢崎です。すごい手になりましたね、リーチドラさん。はい、3万当たり牌ですが打ちそう。おチュン、あら、あれこれ9ピンになるかもな。ハクとハッチャーを仕掛けている。本一までつきましたね。これで本一にもいける。うへうへまあけど馬も馬も怖いからね。はい、なんかありはありで、なんかあんまりどうも思わないかも。おお、サブローマンで、うわ、ハク本一の天敗。急に逆に沢崎ピンチじゃないですか。6引いたらダメだもんね。 3って1枚しかないもんね。3は1枚ですね。6は3枚、6、3山。さあどうなる。青山の手には初が1枚ですが、もうこの形からは仕掛けはどうなんですかね、ありますかね。青山ですか、森岡初ポンとか。あ、ローマンが出ました。これは森岡の上がりとなります。あ、一万円じゃないね、ごめん、役役じゃなかった。はい、白本一5%でしたね。5800点、森岡の上がりです。すいません、トイトイの役役のイメージが強くて。そうなんですよね、すごく高い手になりそうでしかなかったですもんね。
南の4脚1本馬、森岡の親番が続きます。2着目の池田とかなり僅差になっています。やってきましたね。2300差。はい、ドラはウーピン、森岡の手配は南がドイツ、九万がドイツ、ピンズで一メンツ。相手だからしたらね、多分青山との差が結構あるから、今50ぐらいあるんで、はい、大きいの上がんなきゃとか思っちゃうのかもしれないですけど、はい、普通は本当に上がるべきですね。安くても上がって終えて、まあ今高そうな手になりましたけど。そうですね、池田の手いきなりウーピン引きましたから、虎の勘ウーピンから、うん、森岡はどうする。待てうって乱走位置本位置見た、うん、なるほど、大きいですね。沢崎は両万頑固になりました。そして青山は白髪がドイツ、なんだ開かない、すごいな。あ、森岡ですか。おお、1枚引っ込んだ。この難は1枚目は見送ったんです ね、結構この親番で見送れるのは偉いですね。はい、お、三蔵の重なり、これはどうしましょう。ドラムピン打ってんのか青山ね。あ、本当ですね、ちょっと緊急事態ですね。早そう、さすがに早そう。さらにピンズ一気に行きますか。こうやって9万打った方がいいと思いますね。もう9万打っていった、打点見てスピード落ちちゃってるから、まあ落ちてもないけどね、ペンサンドを払っただけで。さあこれはローピン、イーシャンテンに、なるほど、なりました。サブローピンとか引いたらパーピン打って、さらに広いイーシャンテン。はい、沢崎もいいシャンテン、リュウハンコ仕掛け効くんでね。これ3ピン引き、これで多いこれはちょっと3ピンはダメでしょうね。3ピンの意図は何だったんでしょうか。まあ、3ピン切るならパーマン切んなきゃダメだし、はい、なんでピンズ残すならね、タイヤをつけたかったとしてもやっぱりパーマン、なんかもうマックスに受ける時でしたね。はい、パーピンかパーマンか、パーピンかな。パーピンからで十分に安定後変化もあるし、パーピンでしたね。あー、そうか、統一手か。さあこの3ピンは森岡が地位しています。おー、いいシャンテン。そして青山はいいピンを地位しています。テンパイ、ハクト、急走のシャンポン、それは強そうだね。ここですね、2300差。白、あ、白どんだ、白、これは青山の上がりとなりました。白初2600は2900、青山が上がりを決めて3回戦が終了しました。トップに青山、2着に池田、3着に森岡、4着に沢崎という並びで3回戦が終了いたしました。この後4回戦です。